それではインドネシア全部5ミニッツ始めさせていただきます。今回は第10回、インドネシアの税金の一つ、ペイペハー4-2。はい、こちらについて解説をしたいと思います。ペイペハー4-2は他の厳選税と同様に捉えがちですが、まあ、このペイペハー4-2には他の厳選税にはない特徴がありまして、またその違いがですね、重要ですので、当該動画において、 内容を押さえていただければと思います。まずは p a y p a y h 4の2とどのような税金なのか解説させていただきます。チャプターサトです。p a y p a y h 4の2は特定の取引に対し課せられる源泉税でございます。税率は取引内容によって異なってまいります。ポイントとなってくるのはこの p a y p a y h 4の2は 他の厳選税とは異なる特徴を持っているということです。日本語では厳選分離課税、英語ではファイナルタックスと言いますが、PayPayH4-2 は厳選徴収時点で課税が完了いたします。通常の厳選税であれば、厳選徴収された税金は前払い法人税として年次確定申告時に、 確定法人税額から控除されますよね一方この p a y p a y h 4の2は源泉徴収された時点で手続き完了となって年次確定申告時には他の源泉税と分離されて外とされます通常の源泉税の場合その木が赤字であったりすると確定申告の結果還付ポジションになりますが p イペ p a y h の g 4-2は、源泉徴収された時点で、課税関係が完了しますため、赤字であっても、還付申請はできません。続いて、p イペ p a y h の4-2における、課税対象及び税率について解説をさせていただきます。チャプター2アです。主な課税対象及び税率は、 スライドの通りりとなります取引相手に支払う側が源泉徴収し税務署に納税することになります例えば皆様個人がですね定期預金に預けている際に毎月利息を受け取りますよねでこの受け取り利息は実は20%の p a ペ p a ー h a 4 2が源泉徴収され銀行により 納税されていますまた皆様の個人所得にかかる確定申告時にはこの受取利息は所得として認識せ,せずにまた p a y p a y 4の2も計算の考慮外となります p の p a y p a y 4の2っていうのはですねあの法人だけではなくて個人皆様が日常的に、えー、提供金として 受け取るる利息に対しててもも課せられているといとうものなんですね本日のインドネシア全部 5min いかがだったでしょうか概要欄に私の連絡先を記載しておきますのでご質問とお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです動画作成の励みになりますので是非高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします次回はあさって水曜日です 最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。